こんな感じの部分を少しだけいただいていきたいと思います。びっくりした。え、どこから来たんですか。すぐそこから走ってました。あれ車下に置いた。あー、そうなんですか。あ、ヨモギだった。ヨモギそこら辺に置いてた。あー、いいっすね。それなんだっけ。これ大花ウド。大花ウド、この芽が取れるんですよ。それ食べれる。天ぷら、あ、それもいいですよね。あの、なんだっけ、あと、ここに赤ココミっていうのがあるんですよ、多分。ここに？ココミ、俺去年取ったんですよ。え、青いやつ。赤いやつもあるんですよ。赤ココミ。あ、あったあったあった、これ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 。あれ、本当だ。知らんかった。これが赤ココミって言って、青いココミより美味しいですよ。取ります。マヨネーズでやれば。あ、でも、もう出ねえんだもん。さ、いっぱいヨモギ取っちゃってさ。これも何も、長くつももない。あー、なるほど。すごいですね。女の子一人来たの。え、やるな。今年初の赤コゴミです。今シーズン初のウド。去年もこの場所でウドを取っています。まあちょっと天ぷらにして食べたいので、柔らかいところをいただいていきたいと思います。上かな、上の方をいただいていきます。よいしょ、上をいただきます。こんな感じで。よいしょ、よかったよかった。ウドです。ゼンマイの方も出てきています。あとこれココミね。ココミはたくさんある。あとこれがイタドリじゃないかな。イタドリ、サシボ。山吹昌磨と鳥足昌磨ですね。これはこっちが鳥足昌磨。ちょっと取っていきましょう。あんまり食べたことはないのですが、取ってみます。ちょっとだけ。これね、これも鳥足昌磨。よいしょ。あ、根っこから取れちゃった。いいかな。いっぱいあるね。あ、わらびあった。わらびがある。あ、ゼンマイもある。お、ゼンマイだ。お、ゼンマイがある、ここ。ゼンマイ。どうしよう。ゼンマイのある山だ。あ、ここあるな。おお。ここがうちの梨代です。耕作放置。これ朝月ひろっこじゃねえの。ひろっこだけ。どうや。うわぁ、こんなにすごいな。酵素入ってるのも同じやつなのか。これこれ、ニラ鍋。これニラ、ニラまでやったな。あ、取るに転がな今度。
あらー、父さんだとこっちが、うん、やってらっしゃ、なんかなんかいろいろやってら、あの根気あるとも大変だもん、根気あるとももう無理だからよ、働いてたわ、うん、あれ伸びるか、あれ伸びるってやつだか、ねねよ、えこれの花、あの、あの花くんだ、あ、花子、うん、これニラだべ、ねねよ、これ白、これ白っこ、あ、白っこか、うん、白っこどっち植えてるんだ、これがニラ、あ、これニラ、うん、これ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 、あー、それかこれ、これ伸びるじゃねえの、あの、花くん、えムスカリ、ムスカリ、うん、なのか、知らねえな、やっぱりまだ勉強不足だ、あれこの木めったのないの、この木めったな、これがこれや、これいつつくんだ、はあ、いつつく、うん、ふーん、面白いな、いつつく、これまた、これも花っこ、これこれこれ、これも花っこ、うん、これはあのあれ、ヒンガンバナ、あ、ヒンガンバナ、うん、あーって聞くな、うん、これめっこね、めっこ、わあ、いいな、これニラ、うん、ニラ本当に自生してるの、うん、普通の土手だしゃ、うん、土手っつーか道路端さ、これ失礼したんが大事です、このままにしてだからこれ、はあ、ニラってこう広がるんだね、うんもちろん、あら、俺も歯、腰は浮いたやつ、あんまったやつは、ペンペンペン投げたやつ、すぐ、それがまたそうな、いや、あのニラ取りに来る、今度俺、今度取りに来る、つくし、つくしいっぺん入ってら、つくし、つくし、つくし、うん、つくしばり、しまがらねえよ、すまがね、あらら、これもないんだ、これ、これは、あの、青い、青い、うん、え、これくちゃくいやつによ、青い、うん、青いのもなきゃあるみたい、青いっていうの、青いって聞いたことある、な、山さんがってるやつだから、いや、山さんがってるやつだから、なんてねえか、なんか変わった葉っぱいっぱいあるな、この辺だって、これだってこれ、アザミみたいな、えこれ、あ、違う、タンポポだ、タンポポな、タンポポも立派なタン、立派なタンポポだ、あら、面白いな、こうやってみれば面白いな、早速次の日、おお、こんなに生えてる、すごい、朝月が入ってるので取っていきたいと思います、うん、これですね、この辺取ろう、1カップでエビソウちゃん、うわーすごい、2つに分けてと、これいこう、おおすごい、あー、ニラだ、ニラだ、ニラです、すごいね、少しずつ畑の方を耕して作っていきたいと思います、この辺を畑にしましょう、
根っこな、こういう根っこがあるんだね。うん、とりあえず初日はこんな感じで終わらせます。よし、オッケーオッケー。